厳島の戦いで末春方が負けた理由で考えられることは、毛利元就は末春方が大軍を率いて厳島に上陸してくることを予想し、夜陰に乗じて奇襲攻撃を仕掛けました。末軍は毛利軍の奇襲攻撃に備えておらず、あっという間に壊滅しました。厳島は海に囲まれた島です。水軍の強さは厳島の戦いにおいて大きな勝敗の要因となりました。毛利氏は秋の水軍を掌握しており、末氏の水軍を圧倒しました。末春方は大内義高を討ち取り、大内氏を乗っ取ったことで過信に陥っていました。そのため毛利元就の奇襲攻撃を警戒せず、厳島に大軍を集結させてしまいました。春方は自ら2万から3万の大軍を率いて秋厳島に侵攻し、毛利方の宮尾城を攻略しようとした。だが毛利軍の奇襲攻撃によって本陣を襲撃されて敗れてしまう。毛利氏に味方する村上水軍によって退路も断たれてしまう。これらの要因が重なり、末春方は厳島の戦いで敗北を喫しました。なお近年の研究では、末軍の兵力は1万にも満たなかったとする説も出ています。もしこれが事実であれば、従来説とは大きく異なり、末春方の敗北はさらに決定的なものであったと言えるでしょう。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。